かなりかかるよね。1日の3分の1移動だもん。ケビさんありがとう。こちらこそ本当にありがとう。こんばんは、こんばんは。そう、今日ありがとう。こちらこそありがとう。今日結局ね、オールで行ったんだけど、多分合計の睡眠時間が10分ないぐらいだから、丸1日以上多分オール状態今。ちょっとね、今日はメイクとしてお風呂入ってすぐ寝ると思う。そう、ああ、名古屋でね、そう、岐阜行きたいってなるよ、ちょっとは確かに。うまちゃん、コウモリ、ありがとう。ああ、なんか投票始めようとしてる。なんで違う。よいしょよいしょ、オッケー。ヨッシーさん、オッケー、ありがとう。こんばんは、こんばんは。タクシーの領収書、もらってない。もらってない。こんばんは、こんばんは。ねえ、ディズニー行きたかったね。高島のひーくん、お化けー。ラベンダーさんも、お化けー、ありがとう。こんばんは。寝ようとしてた、あららら。よかった、ギリギリ。帰ってこれた。できるかなって不安だったけど、なんとか来れました。10分ない。 お仕事福岡、今度行くやん。そう、新幹線で全然寝れなかった。なんかそう、基本さ、その前に一帯はさ、メンバーだからさ、そう、先輩の可能性もだいぶ高いし、そう、椅子を倒すことができなくって、直角の状態でもこんなんよ。 でもバスでちょっと寝たかも。ほんとちょっと、数分。なっちゃんお疲れ、ありがとう。ね、そう、絶対今寝ちゃう、目つぶったら。まっちゃん、キューさん、コウモリ、ありがとう。ね、大阪早く来てほしい。確かに、確かに。福岡も早く来てほしいし。こんばんは、こんばんは。秋のパン祭りさん、帽子、ありがとう。うまちゃん、お化け。しまさん、お化け、ありがとう。ヤシミさん、お化け、ありがとう。寝てない、そう、寝てないよ。帰りはずっと、あれ、自分たちの3期の鬼滅楽曲聴いたりしてた。そう、フルで歌えるように。秋のパンムツリさん、お菓子、ありがとう。経費で落とせるの、タクシー代って。どうなの？無理、無理なき無理、無理、いけるんかな？わかんない。その辺曖昧なんよね。途中で降りてない。てか今日は降りれない感じだった。徳島のひーくん、棺桶、ありがとう。 来月オンライン、オッケー。11月4日が最初だよね、オンラインは。こんばんは、こんばんは。よしみさん、コウモリ、ありがとう。そう。 監禁中、色が見えた。 確かに、初めましてだからね。ありがとう。そう、今日は多分過去一メール送ったかも。 なんか移動がやっぱ多いから、移動中に送ったりとか、そうしてたら、今日こんなに送ってるみたいな。そう、寝顔。でも同期はほとんど寝てたかな。いろんな同期の寝顔見てきたよ。 目で録画してある。そう、あ、ゆっくりだけど、あ、なるほど、なるほど。お疲れ様、ありがとう。倒すの申し訳ないもん。そう、スケジュール、すごいよね。かまねパパさん、コウモリ、ありがとう。ケータリング、おいしいものあったよ。おいしかった、全部おいしいよ。お弁当もいただいたし、本当にありがたい。で、なんか、それこそさ、梅もさ、なんだかんだ2個残してきたんよね。食べるタイミングなくて。でも手洗ってない、まだ。手洗いたい。あ、お手拭きだ。お手拭き持ってるや。梅食べたい。お手拭きどっか入れとったはず。ああ、疲れた。大変。日帰りはね、ちょっとね、体がきついね。泊まりだとね、楽なんだけど。お、2回で行った。お、すごい。それはすごい。ぜひ使ってもらって。 よし、拭いて食べよう。そう、もう広島よ。
寝方教えてもらう。キョニーさん、おばけありがとう。こんばん、こんばんは、トマトさん。コウモリありがとう。変なテンション。そう。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。手を拭き拭きしよう。こんばんは、こんばんは。カリカリ梅は2個残してきた。食べるタイミングない本当に。タラチョコさん、お菓子ありがとう。後ろがイチゴだったら、同期だとしても倒せないかも。なんか倒すのすごい申し訳ないって思っちゃうタイプ。全然人に倒してもらうのはいいんだけど、あのそう倒すのはすごい申し訳なく感じちゃうタイプ。迷惑をかけたくない。縮めてたらどこで区切る。3期生の楽曲ゆたりだったと金縛り縮める、むずくない。千葉でなんか食べた、千葉って感じのものは食べてないかも。でもシテレとかはシテレコードさんとかかな。これかわいい。あーでも溶けちゃってる、悔しい。そう、千葉って感じのものは食べれなかったし買ってこれなかったな。こんばんは、こんばんは。あ、オンライン決済ありがとう。確かに地元でもね、いつかね行ってみたいね。ね、缶オケね、不思議だよね。生でも可愛かった、こちらこそありがとう。こうじゃなくてこうやってやっとった際にしよう。恥ずかしい。今から帰ってくる。あ、なるほど、気をつけてね、みんな今から帰る方は。寝顔写真は撮ってないな、撮りたいけど。体感3早い早い。今日の服の全身写真また送るわ。また送る。多分次のスレッズも、スレッズもこれになると思う。スレッズ今日の服でスレッズは送ろうかなって思う。そう、それと別でまた送るよ。全身写真ワンピースかわいいよ。梅ちゃん食べよう。あー疲れた、日帰り大変。うんね、写真撮っとけばよかったか。カキ色のアディダス帽子ありがとう、来てくれてありがとう。ここにいる。そらそばさん、お化けありがとう。ここに梅が入ってます。ハロウィンのお菓子とかはなかった。でもハロウィンのドーナツ、そう猫とカボチャのドーナツあって、私は猫にしたんだけど、なんかちょっと原型をあんまりとどめてない。顔は無事だけど耳が取れちゃってるかな。可愛くない？これ差し入れで、確かキングレコードさんからかな。あ、でも大丈夫か、これがこれで合ってるのか。可愛くない猫ちゃん。ちょっとだけ溶けちゃったりしてるけど可愛い。これとハロウィンのかぼちゃ2つあって選ぶって感じだった。これは後で。そう、ユーナは見れてないな。しゅ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 。ちゃんちゃん、けいちゃん今日は食べてないよ。逆の席の人、一緒に一人のにドーンって全部通した人。ああなるほどね、寝てなかった。あ、同じだ。そうだね、8時間乗ったね、新幹線。しかも新幹線だけじゃなくてバスの移動もあるから合計だって10時間近くじゃない多分。すごいよね、9時間以上はあるよね多分。うん、うまっ。今日持ってくれてありがとう。こちらこそありがとう。どこでもドアがあったらどこ行くだろう。でもそれこそ移動の時間を短縮したいかも。ね、確かに日帰りの距離じゃないね、本当にそれはあるかも。きついね。
パンプキン、パンプキンじゃなくて猫選んだよね。ミューランとの二人乗りはめっちゃ楽しかった。ツーショットめっちゃ楽しい。ツーショット好きだなってなった。うめ、噛んじゃおう。疲れた。確かにね、椅子倒しにくいよね、一人いるとね。そう、日帰りなの。あー、先に倒しとく、申し訳ないよ。思いっきり倒してもらう。そんなできない、本当私いつも直角でいる。ももさん、なんだっけ、お化けありがとう。落花生、落花生有名、千葉か。落花生美味しいよね。落花生美味しいよね。好きよ。そうだね、いつか倒せるようになるといいけど。あー、ランド行きたいね。また行きたい。トマトさん、なんだっけ、コウモリありがとう。もう頭が動いてないや。全然寝れてないから。確かにね、千葉っていう、ね、食べ物はすぐ思いつかなかった。そう、日帰りきつかった。私はね、ほとんど寝てないから寝顔の写真ないな。落花生でも千葉でお土産を買うことはなかった。東京駅でしか買えなかった。そう、千葉でのお土産買うスペースには行ってすらないから。そう、みんな可愛かった、ありがとう。そう、ツーショットは便利だった。で、薄いなんかね、サランラップみたいなやつで。そう、基本これ触れちゃダメなんだけど、全然お互い触れればもうね、ほぼ触れてるようなもんって感じだった。確かあれよね、先輩方個人ファンクラブのはさ、シートなしでさ、これは可能だったよね、確か。高圭さん、星とお疲れ、ありがとう。千葉どうだった？基本室内だったかあれだったけど、どうだろう、そこまで寒くなかったかも。でも朝広島出て行くときは寒かった。5時台。そう、疲れた。そう、ドーナツ持って帰ってきた。ひばりのシャケさん、お化けありがとう。そう、持って帰ってきた黒猫。まあ、そう、遠かった。移動が遠いね。ね、本当に関東日帰りはね、体がきついね。張り回らせてきた、こちらこそありがとう。そう、クリスピードーナツ、あ、一番美味しいやつなの。そうなの、クリスピードーナツってあまり食べたことない。私はよくミスタードーナツを食べます。大阪日帰りね、大阪も日帰りだった。大阪はね、そこまでだけど、幕張はきついな。ね、夢見たつもりないもん。移動の確かに大変に。サンタでね、福岡で初めて、初九州になる。嬉しい。ね、これ見えてないね、梅トラ美味しい。たまさん、コウモリありがとう。梨か、あー、梨美味しいよね。寝顔誰見た？リアチューとかサッチーも見たかな。ね、ね、寝てる姿ではなくて寝起きの姿ならユイタも見た。そう、三対称でツーショット撮れちゃうよ。ね、東京で落花生見てないな。
お土産買う時間もそこまでないからな。キョニーさんお疲れ、ありがとう。ね、クレラップ、あ、クレラップ派ね。あ、ラカセ、あ、やっぱラカセのイメージ強いのね。あ、金のまあるね。今日見た、4つぐらい入ってるやつだよね。前確かキングさんからの差し入れか何かでいただいたこともある。お寿司いいな、お寿司何が好き。そうだね、始発ってなるとね、だいぶ早い、家出るの。たまさん、コウモリ、みっちゃん、初孫さん、コウモリありがとう。そう、ゆうなと一緒の連だったのよ。あー、今まかり寒いのね、風邪ひかんように。ワンダさん、コウモリありがとう。みっちゃん、夏孫さんもコウモリありがとう。うん、ね、一応念のため朝も配信してたからさ、ね、しなくても全然継続はされるけど、せっかくならね、しときたいから。うん、そうだね、福岡もね、多分あんま楽しんでこれないよね。そういう、お、なるほどなるほど。味噌、へえ、そうだね、広島福岡行ったことなかったね。そうだね。あ、回転寿司いいね。私も回転寿司しか基本行かないよ。ぴょこさん、コウモリありがとう。あ、帰ってくるとき雨大丈夫だった。そう、夜配信ちゃんとしてます。みっちゃんのあつまごさん、かわいい、ありがとう。確かにケータリングで美味しいものあるといいね。大阪のお話し会の時はめっちゃ美味しいものあった。種を出す。 OK です。猫、え、売り切れだった？本当？確かに猫ね、あれ調べてみるとちょっと転売されてるもんね、2倍ぐらいの価格でね。あれ可愛いね。私も見つけれてない。最初新人行った時あったけど、その時はそう、買えるタイミングじゃなかったから、ちょっとまた探してみよう。肉まんいいね、美味しいよね、移動中。あ、なるほどなるほど。あー、明日の朝も冷えるんだ。あー、なるほど。確かにね、配信することでね、ね、確かに当日が一番いいよね。ね、今日めっちゃ寝ると思う。すごい寝ると思う。てか今日って何曜日？土曜日？日曜日？どっち？明日って何曜日？明日って何曜日？あ、なるほどね、 HKT さんね。そう、大阪はね、たこ焼きとかあったよ。そう、売り切れね、たこ焼きいいよね。あ、今日土曜日なんね、で明日日曜日ね。なるほどなるほどね。ゆっくりしよう。本当は明日ゆっくりできない日だったけど、ゆっくりできる日になったんよね。よかった、じゃなかったら死んでた。そう、オールで、あらららら。タコさん、なんだっけ、コウモリありがとう。そう、曜日感覚本当になくなる、本当に。そう、 ST が入ってから、落花生美味しいよね、食べたい。あ、宮島のボートのイベント、え、いいね、いいよね。あれ見た時なんだってってなった。いいよね、ボートちょっと興味あるんよね。やってみたい、やってみたいな。あ、時差ね、なるほど。疲れた。疲れたよ。明日私何時に起きるかな、何時間睡眠か当ててよ。何時間、何時に寝て何時起きたか、ちょっとメモしとくから、何時間睡眠か当ててみて。ボートいいよね。ね、そうだ、1週間で、そうだね、1週間で2回も日帰りしたね、東京。本当だね、疲れた。
もっとだけ買えない。あ、そっか、20。そうだな。まだまだ3年後。ボート。ボートいいね。漕いでみたい。かける方じゃなくて。アヒルのボート、あ、いいね。乗ったことある。お母さんと乗ったことある。そう、しんどかった。ちょっとね、距離がだいぶあるから。あ、千葉の高いの食べたい。なんて読んだろ、これ。違うかな。11時間、お、ありそうかも。今日ありがとう。こちらこそありがとう。もう完全に顔と名前が一致しました。いっぱい来てくれたから。ありがとう。マリエさん、こちらこそありがとう。14時に来て、おー、ありそうだな。ね、起きたらメール送るから、そう、何時間かみんな。ちょっと見といて。ね、何時ぐらいかな。すごい、もう、疲れが半端ないから。何時間寝るかな。17時起床。すごい時間だ。あ、細かいとこ行ってるね。あ、アンナさん、確かに確かに。ぐるぐるはやって、あ、なるほどなるほど。岩盤浴行きたい。え、でも広島のさ、岩盤浴調べたけどさ、なんかよくわかんない。本当に全然、ねえ、ねえ、住んでなかったとこだから。あって最後にさ、最近、ゲーセンでさ、ちっちゃいリコーダー、穴の数さ、足りないけど。だから、リコーダー最近したくって、今、アマゾンでリコーダー見てる。で、なんかちっちゃいのあったから撮っちゃった。全然ね、でも音が鳴らない、これ。ドレミファソぐらいまでしかできない。しかも、音がね、全然違う場所が。24時間あらら。謎いよね、こうなのにさ、急にこうってむずいです。このリコーダー、ほんまにリコーダー買おうと思ってさ、今。しかもさ、私これさ、リコーダーだと思って買ったら、元のさ、使い方はさ、ペンだった。ペンなの知らずに撮った。リコーダーが欲しくて撮ったら、なんかペンがついてきたみたいな。かわいくない？お、そう、ちゃんと化粧は落としてから寝るよ。最近肌綺麗になってきたから、保ちたいから。確かに午前中にはね、起きれない気がする。コロナあると大変だ、遠い。リコーダーかわいいしょ。え、ね、同期が言ってた、どこ行ったんだろう。抑えとか全然違う。リコーダーやりたい、やりたい。あ、ご集合ありがとう、教えてくれて。今アマゾンでリコーダー買おうとしてる。リコーダー、なんかリコーダーを最近すごく吹きたくって、なんかよくわかんない、リコーダーを吹きたい。じゃあランキングいきます。17位ラベンダーさん、16位トラサボさん、15位タカケイさん、14位カックマイプさん、13位秋のパン祭り、あと石橋をビシバシしばく、ビシバシしばく僕。石橋をビシバクしばく僕。石橋をビシバクしばく僕。石橋をビシバシしばく僕。三角かも。12位ヨスミンさん、11位ウマちゃん、アットヤミーズ、アンドおつまみ、イヒヒヒヒヒヒヒさん、トップ10、10位トマトさん、9位トマトおつまみさん、8位ヤマシンさん、え7位初めてかな、ユイナのお口をなんて呼べないんだこれは、滑走違う、ジョー。6位キヨ兄さん、そしてトップ5、5位徳島のひーくん、4位くまねパパさん、そしてトップ3、3位スプマテさん、次が2位みっちゃんの初孫、あとイヒヒさん、そして1位、今日初めて会えた、ありがとう。いきます。はい、今日のランキング1位はナスちゃんです、ありがとうございます。
なしちゃんありがとうよかった、本当に今日やっと会えたねとこなめ。とこなめって何？地名？常に滑るって書いて、とこなめ。なんだそれ。ね、配信もお話し会もありがとう、こちらこそ来てくれて。また明日です。疲れてるからね、メールと配信が何時ぐらいになるか分かんないけど、起き次第メール送るね。あ、セントレアとか、なるほどね。セントレアか、なるほどなるほど。早口言葉。あれが苦手なやつだ。タコナメ。ダメ、足りない。そうまでしかできないこれ。ちっちゃくない？わしの顔よりちっちゃい。あ、明太バーグ、それが一番わかりやすい。明太バーグのとこね。なるほど、理解した。明太バーグなんか今日見た気がする。違うっけ。明太バーグ行きたい。明太バーグ行きたい。次のスペイン弁明太バーグしよう。明太バーグなんか行きたくなってきた。今度行こう。可愛くてありがとう。こちらこそありがとう。じゃあまた明日です。そう、ちょっと今日はよく寝ます。ありがとうね、瀬戸内飛び出ちゃう。おやすみ、今日はよく寝る。バイバイ。